わずかに先頭4番泣き虫光る、リードは首ほど。12番三栄五郎をついていきます。3番手で8番のガールストリーム、先段3頭で向こう上面へ出ていきました。この後1馬身半で2番ラストサミット、10番アナイス、3馬身切れて6番リックアーシと5番のエルフィナ外に出しています。また3馬身切れて9番のジョーンズ、11番フォンテーヌパーク、3番コッコローネ、後ろも開いて7番高津若松、1番のブレイブシャインがわずかに1番後ろ。12頭の馬群はばらけて3コーナーカーブに入っていきます。4番泣き虫光る並んだまま、12番三栄五郎3、4コーナー中間へ。2頭の後ろ2馬身と差ができ始めて、8番のガールストリーム3番手、この後3馬身切れて11番フォンテーヌパーク追い上げて外4番手、内を通って2番のラストサミット4コーナーカーブから直線。前の2頭4番泣き虫光る、12番の三栄五郎、今度は三栄五郎先頭に変わりました。泣き虫光る2番手踏ん張っているところ、外から接近11番フォンテーヌパーク、この内をついては8番のガールストリームも懸命に追って、さらに後方から9番ジョーンズと5番のエルフィナ追い込んできました。3番手争いが接戦、先頭12番三栄五郎合輪。第一レースを勝ったのは12番三栄五郎、人気に応えデビュー2戦目での初勝利です。鞍上は矢野孝之騎手、勝ちタイム1分35秒4でした。収まって第2競争スタートしました。中で好スタートは3番ポッドマーフィー、そのまま出ていきます。外2番手は5番のミスティライラック、3番手6番のホークマン、うちほとんど差がなく1番シークール、4番クロスエイジング、やや斜めながら追走していきます。前5頭が1段1コーナーカーブに入っていって、3馬身から4馬身の差、2番スピナッチパイパーが最後方です。この馬も追い上げて馬群に取り付いています。馬群1、2コーナー中間、短期の逃げ3番ポットマーフィー、リードは2馬身ほど。差を詰めて2番手3番手5番ミスティライラック6番のホークマン、3頭が1段となって向こう正面に出ていきました。3頭は横に広がって4番手以下を離しています。4馬身5馬身の差、前から4頭目で1番のシークール、この後1馬身で4番のクロスレイジング、また離れて2番のスピナッチバイパーが最後方です。6頭の馬群は縦長、前3頭中2頭、後方1頭という馬群で3コーナーカーブに入っていきました。3番ポットマーフィー、5番ミスティライラック、今度は2頭が3番手を離して残り400を切りました。3番手遅れた6番フォークマンに接近する4番クロスレイジング、その後離れて1番シティクール、4コーナーカーブから直線、振り切って3番のポットマーフィー、リード3馬身4馬身一気に広がりました。2番手以下広がってくる5番ミスライラック、外から6番のフォークマン、また足を伸ばして2番手に上がります。これをめがけて4番のクロスレイジング、しぶとく足を伸ばして今3番手前との差を詰めてくる。先頭は3番ポットマーフィー、差を詰めて6番のフォークマン、フォークマン3番ポットマーフィー降臨。第2レースは今年最初のスパーキングデビュー2歳新馬戦、勝ったのはタリスマニック産駒のボバポットマーフィー、鞍上は森田斗騎手、勝ちタイム1分34秒1でした。収まって3レーススタートしました。外6番のパンセ、内の方からは3番ドンドミノ、1番のグレートノイズと3頭広がった中、3番のドンドミノわずかに前に出ていきますか。うち1番のグレートノイズも応戦しています。2頭からは離された3番手の外6番のパンセ、1コーナー内から迫って並ぶ2番のシスターネビラ、後ろ離れて4番ゴールドオリス、5番の春熱が最後方です。馬群は2コーナー縦長になりました。内から1番のグレートノイズが出てリードは1馬身半です。3番ドンドミノ2番手、2頭の後ろは5馬身6馬身と離れて6番のパンセが単独の3番手、3馬身離れました。追い上げる4番ゴールドオリス、この後に交代2番のシスターネビラ、また3馬身差5番の春烈、1番後ろから少し追い上げます。前は残り 600m を切って3コーナーカーブに入っていきます。先頭変わりました。3番ドンドミノ、リードは2馬身から3馬身です。1番グレートノイズをかわして6番のパンセが2番手、先頭のドンドミノに一気に迫って並んで残り 400m を切りました。パンセ、ドンドミノ2頭が後ろを離していく。離れた3番手は1番グレートノイズに迫ってくる4番のゴールドオリス、4コーナーカーブから直線。6番のパンセ、ムチが入ってわずかに先頭、しかし内応戦こらえている3番ドンドミノ、2頭完全に後ろを離して離れた3番手、4番のゴールドオリスが上がっています。1番のグレートノイズ今4番手、
追い比べから6番のパンセリードを広げていく3馬身4馬身独走のゴーリ。第3レースもスパーキングデビュー2歳新馬戦、勝ったのはゴールドアクター3区のボバパンセ、鞍上の森田騎手は連勝、高槻健一調教師今日2勝目、勝ちタイム1分33秒0でした。後ろを引き離して2番の悠々グリュック、3馬身から4馬身短期の逃げ、向こう上面に出て2番手は10番のシックスレター、この馬も短期、その後4馬身から5馬身開きました。3番手4番手12番ジーガーワールド、内は5番のマジェスティアスク、その後3馬身切れて前へと上がっていく8番のアレグリアシチー、内6番のデルマオベロン、この後2馬身差で少し上がってくる3番のヤギリエッパ君に、この外を通って11番のショーイモン、後ろムチが飛んで9番デイドリーミン、それから7番のエイシンビクター、4番サンベリーに最後方変わりません。3コーナーに入っています。馬群は縦長、先頭2番のユーユーグリュック、リードは2馬身に詰まりました。残り400、差を詰めて10番のシックスレター、その後後続の差を詰めてきて外から8番アレグリアシー、一気の進出で2番手に迫ります。4コーナーカーブから直線、この内をついては12番ジーガーワールド、外から3番ヤギリエピファ君も追い上げて、後方からは9番のデイドリーミン、2番手以下は混戦、最内をついては5番のマジェスティアスクも踏ん張っています。先頭2番のユーユーグリュック、リードは3馬身、2番手から猛然と3番ヤギリエピファ君が追い上げてくる。3番手争いは接戦、2番ユーユーグリュック、3番ヤギリエピファ君ゴーリ。第4レースを勝ったのは2番悠々グリュック、川崎コース初勝利です。鞍上は中島よしみ騎手、勝ちタイム1分39秒6でした。先頭は3番ナンバダフレイバー、内から出てリードは1馬身です。8番西トタルト、12番ロンギングママ、内を通って4番ワールドウィスラー、差がなく続いていって、さらに1馬身で7番ラブリーギャル、外並んで9番ベリチモファルコ、迫ってくる10番のスマートアクションが馬群の中段の一角、内を通っては1番竜王と、それから11番の銀の雨が降る。1馬身半差、後方にかけて2番のセコイア、5番時のレーブが並んで2馬身差、6番ニャンニャンが最後方です。3コーナーのカーブに入っていきました。先頭は3番ナンバダフレイバー、リード2馬身に広げて残り 400m を今切りました。2番手に上がってくる7番のラブリーギャル、先頭のナンバダフレイバーを追っていきます。3番手の外、12番のロンギングママ、内を通って4番のワールドウィスラー、4コーナーカーブから直線、その後から1番の竜王、それから8番西戸タルト、横に広がっています。粘っている3番ナンバダフレイバー、リードは1馬身に追いすがって7番のラブリーギャル、3番手外に切り替えて4番のワールドウィスラーが懸命に追って2番手のラブリーギャルにじわじわ接近します。振り切ったのは3番のナンバダフレイバー、 2、3馬身リードゴーリ。第5レースを勝ったのは3番ダンバダフレイバー、川崎コース初勝利です。鞍上は笠野武弘騎手、勝ちタイム1分32秒5でした。3、4コーナー中間にかかっています。前段から5番のビップレジアス抜け出して1馬身リード、7番シェリーアモール2番手、2馬身後方1番ミトノマジック3番手、4コーナーカーブから直線、4番手インから3番ノボインパクト、外からは9番のサンドビューティー追っています。先頭5番ピップレジアス、リードは2馬身から3馬身に広げました。7番シャリーアモール、2番手粘るところ、接近する1番ミトノマジック、内から3番ノボインパクト、外からは9番のサンドビューティー、それからジュエリークラフト持っています。先頭5番ピップレジアスゴーリ。6レースを勝ったのは5番ピップレジアス、鞍上の矢野孝之騎手は今日2勝目、管理する高槻健一調教師は今日3勝目、勝ちタイム54秒4でした。前ばらけて3番手が8番レスイルドマコロン、向こう上面4番手当番先駆けバイオ、並んで2番のウィンオワーズ、2馬身差少し下がって11番神楽松里歌、かわしていくのは3番全皇帝、中段後ろ内から9番の競泳メジャー、あとは間が空いて後方勢5番のアスミ、並んでいく6番ベルウッド朝日、内から1番 TK メイト、しんがり追走7番ラミアビータ、縦に長い展開で前は3コーナー、逃げる12番のアジュディカグラ、リード3馬身4馬身広がって4番スカーレットピースが2番手、400の標識を通過、3番手から2番手に接近は2番のウィンオワーズ、その後方から3番全皇帝、4コーナーカーブから直線、
逃げる12番のアジュディカグラ、リード4馬身5馬身開いている。2番手2番のウィンオワーズ、3番手以下は広がって4番のスカーレットピース、迫ってくる3番全皇帝、あとは外から追い込んでくる6番ベルータ朝日、内からは1番 TK メイト、逃げる12番アジュディカグラ、さあ追い詰める2番のウィンオワーズ、ウィンオワーズが並んでくるが12番アジュディカグラ、2番ウィンオワーズが並んでゴールイン。7レースを勝ったのは12番アジュディカグラ、鞍上は櫻井康介騎手、勝ちタイム1分31秒4でした。先手2番のコスモキルガス、リードは1馬身で、2番手が7番エントシピール、並んでいく14番のフエ、2コーナーから向こう正面、1馬身半差8番ミッドナイトバード、並んでいくのは12番ピエナビーチ、その後ろ6番ギルトレターズ、外側に13番トリプルミリオン、中段ポツンと11番のシスナットドレス、2馬身が相手、当番エールプレジール、内を通って5番ナリノバロン、離れて後方勢1番アンファンドリュー、それから4番体勢フリート、外からは3番のコスモビートイット、あまり差がない体勢ですが、しんがりは9番コパノメンです。前は3コーナー、前は2番コスモキルカスに並んでいく7番エントシピール、400の標識を通過、2頭の後ろ3馬身4馬身と開きました。内目を通って8番ミッドナイトバードが3番手の一角、4コーナーカーブから直線、前は2番コスモキルガス、外は7番のエントシピール、3番手以下8番ミッドナイトバード、その後方から追ってくる13番トリプルミリオンと14番のフエ、あとは内をつく6番ギルトレターズ、前は2番のコスモキルガス粘っている、並んでくる7番エントシピール、粘る2番コスモキルガス、エントシピール追っているが、コスモキルガスが逃げ切ってゴールイン。8レースを勝ったのは2番コスモキルカス、管理する平田翔一調教師、7レースに続き連勝、今日2勝目。コスモキルカスは3連勝、鞍上は野端良騎手、勝ちタイム1分45秒2でした。先頭に立った5番サンダーゼウス、リードは1馬身半、9番のスマイルキューティー、並んでいくのは8番トリプルフォー、4コーナーカーブから直線、その後方外から12番トゥーナノクターン、あとはその内から2番のゴールデンオパール、1番リッチアロマ、先頭5番のサンダーゼウス、外から懸命に9番スマイルキューティー追ってくるが、差がなかなか詰まらない、その内から8番トリプルフォー、2番手争いは2頭が並んでくる、先頭は5番のサンダーゼウスが突き放した、サンダーゼウスゴールイン。9レースを勝ったのは5番サンダーゼウス、人気に応えました。鞍上の森大斗騎手は今日3勝目、管理する高槻健一調教師は今日4勝目、勝ちタイム54秒1でした。なお9番に関、10番に関しては返還金がございます、ご注意ください。先頭に立ったのは5番のシャドーファックス、12番ペイシャガンは現在2番手、3、4コーナー中間から4コーナーカーブ、3番手離れまして13番のマイアミ、外から14番ピエナレモン、4コーナーカーブから直線です。先頭は5番のシャドーファックス、ここで突き放しました。2番手以降ですが、12番のフェイシャガン、外から13番のマイアミが3番手から2番手を伺っています。あとは内目から足を伸ばそうという9番のデルタ、しかし先頭は完全に5番のシャドーファックスが突き放している。5番のシャドーファックスが先頭で今ゴールイン。10レースを勝ったのは5番シャドーファックス、これで連勝、川崎コース初勝利です。鞍上の中島芳美騎手は今日2勝目、勝ちタイム1分38秒1でした。枠入り完了、スタートしました。内で2番のバビロク、好スタートから花を切っていくか、追っていくのは4番のビクトリーサイト、外からは12番アラモードバイオが花を叩いていきました。4番手9番のゴールデンサイクル、並んでいくのは当番リッターシュラーク、それから6番ロアマージが続いて1コーナーカーブ、11番のヨハン、内々を通って1番何はさておき、1コーナーを各馬カーブしていきます。その後ろからは7番ロマンスグレー追走、前は残り1000の標識を通過、先手は12番アラモードバイオ、リード1馬身半、4番ビクトリーサイトが2番手で向こう正面、内側2番のバビロフ、1馬身半差、4番手が当番リッターシュラーク、その後ろ固まって11番のヨハン、内に9番ゴールデンサイクル、並んでいく6番ロアマージュで、外からは7番ロマンスグレー、さらに加わって14番ニオドスマイル、中段後ろ1番何はさておき、それから13番ブラックネロ、外からは8番のジョーグランツ、内を通るのは3番ロカマドール、
馬群から遅れました5番佐渡のホースシンガレオ追走。前は 3,4 コーナー中間へ、先頭12番のアラモードワイヨ、2番手が迫っていく4番ビクトリーサイト、4コーナーカーブ、外目から11番ヨハンが接近して、内から2番バビロフ、外に持ち出した1番何はさておき、4コーナーから直線です。前は4番ビクトリーサイトが先頭に変わりました。外から追い込んでくる1番何はさておきがぐんぐん前に迫ってきた。3番手以下2番のバビロフ、あとは外から11番のヨハン、前は捉え切りました1番何はさておき、2番手に4番ビクトリーサイト、何はさておき先頭ゴールイン。メインレースを勝ったのは1番何はさておき、人気に応えました。鞍上の森田騎手は今日4勝目、勝ちタイム1分35秒2でした。8頭揃ってスタートしました。序盤のポジション取り、前の方は横に広がります。内からは1番のソフィアクライムもポジションを取りに行きまして、外側6番のアークボリアー並んでいきますが、前は2頭が競っていって、3番手に4番のチハヤ、その後ろ間が空きました。5番のマインドユアミモザ、内を通って2番コスモマルーン、その後ろ離れて7番オリエンタルラニ、あとは3番クリスタルミリオン、後ろから2頭目シンガレ、8番リチアブーケ、各馬ホームストレッチに入ってまいります。先頭に立ったのは1番ソフィアクラウンです。リードを1馬身ぐらい取って、2番手が6番アークボリアー、1馬身半差、3番手に4番のチハヤ、後続差を詰めてまいりました5番のマインドユアミモザ、内側には6番のアークボリアー、2番のコスモワルーンがいて、並んでいくのは7番オリエンタルラニ、さらには3番クリスタルミリオンです。しんがり追走8番リチアブーケ、各馬1コーナーをカーブしていきます。先頭からしんがりまでは8馬身9馬身ぐらいの圏内です。前は残り1000の標識を今通過。先頭1番ソフィアクラウン、2番手6番アークボリアー、体半分差まで差を詰めて2コーナーから向こう正面、1馬身半から2馬身差、5番のマインドユアミモザ、内側には4番チハヤ、迫っていこうという2番コスモマルーンと7番オリエンタルラニ、2馬身切れて3番クリスタルミリオン、後ろから2頭目、あとは4馬身5馬身離れましたしんがり8番リチアブーケ。残り600を通過、これから3コーナー。先頭1番ソフィアクラウン、ここでリードが2馬身ぐらいに広がっています。2番手5番マインドユアミモザ、3番手以下追い上げるのは7番オリエンタルラニ、そのうちから2番コスモマルーン迫っていって、3、4コーナー中間から4コーナーカーブ、その後ろの圏内3番クリスタルミリオンです。4コーナーカーブから直線、先頭1番ソフィアクラウン、リード3馬身4馬身ほど、2番手以下ですが2番のコスモマルーンが差を詰めてこようとしています。外からは5番のマインドユアミモザ、先頭は1番ソフィアクラウン、リードをキープ。2番手2番のコスモマルーン粘っていますが、外から5番マインドユアミモザ追い込んでまいりました。外から7番のオリエン、3番のクリスタルミリオンです。先頭1番ソフィアクラウン、ゴールイン。最終レース勝ったのは1番ソフィアクラウン、川崎コース初勝利です。鞍上は三鴨則文騎手、勝ちタイム2分14秒1でした。ここまで今日の川崎競馬を振り返りました。